ちゃん、品川駅、1月13日成人式です。リベンジ、リベンジ、何番ですか？58番です。え、 58? 今まだ44ですよ。また12組待ちだから、縁がなかったツバメグリル、しょうがないな。なんか他にいいのあるかな。そうなるとやっぱりこの定番だけどオイスターバーかな。キャッツのアイマックスだって、こんなのやるんだ。何気に正解だったんじゃないかという、このカキフライランチ、これにしようかな。まずはクラムチャウダーから。ちょっとこのアラカルトで追加で頼んだカキフライ、カキフライ定食にカキフライを頼むっていう。おかわりできますのでおっしゃってください。うまっ。やばい、なんかさっきのカキフライとのちょっと差に急に貧弱に見える。なんか祭日なのに品川にすごい人が多いんですよね。びっくり。京浜東北乗ります。川崎、こっから行けそう。来た、これはテンション上がる。すごいパーマン。スイカ使います。すごい。大人気ですね。チケットも危なかったからな。昨日ロッピーでゲットしたチケット。こんにちは、三名さん、三名様。もしかして、もし、おーおーおー、しかし中は撮影禁止っぽいですね。残念ながら撮影はできなそう。展示室内ではカメラ撮影と飲食が禁止されております。またご鑑賞中はお静かにご鑑賞をお願いいたします。あ、もうここもダメだな、こっからでも。はい、すいません。スタンプ制作50分待ち。 AR 展示物、結構ねテクノロジー使った展示多かったです。いや、ちょっとこれやりたくなる。結構クオリティ高い。これいいっすね。ミュージアムカフェの公園、これ多分一番ベスト写真スポットだけど、ドラえもんの土管だけど、ちょっと写真難しいな。このどこでもドアとかもう絶対撮れないな。ここ比較的空いている。なかなか人が多くてゆっくりできないかもしれない。スタ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 。じゃーん、突如ここはちょっと読めない。ちょっと読めませんが、っていうかここが泉岳寺なんだ。今回泉岳寺にゆかりが多く、また泉岳寺にやってまいりました。ザッ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 ザ、すごすぎる。ありがとうございます。はい、今まで大丈夫です。あ、了解しました。はい、どうぞ。開けっぱなし、大丈夫です。気づけますか？どうぞ。あ、失礼します。はい、失礼します。じゃーん、門屋さん。ちょっと今日はじゃじゃんと、このここで最後のディナーを、今回の出張最終日、一応明日が最終日ですけど、最終日前夜のディナーこちらで。ご無沙汰。あ、後ろにご無沙汰してます。あ、来ました。ありがとうございます。このいきなり
じゃあ今年もよろしくお願いします。すごい、この何気に初刺し食事は初めてかもしれません、うん、すごい、確かに。じゃあ1品目いただきます。これはタラの聞いたけど湯葉のどぐろ漬けか塩焼きかどちらかでお一人様1本ずつでご案内しております。どちらにされますか？これは塩焼き。塩焼きも塩で。はい、かしこまりました。すごい、先ほどののどぐろが塩焼きになって帰ってきました。これやばいっすね。じゃじゃん、じゃん。今日もここにサイン。あ、ここにサイン。ゴールドじゃない、多分書けないと思うんですよね。いや、なんか僕試して、あ、これ外の、あ、これ出して、あ、大丈夫。PC にサインを、使っちゃっていいんですか？PC にサインをもらうオタコみたいになって、最近やば。これはい、イエーイ、ありがとうございます。ルールしまして、ちゃんととこう、イエーイ、サインいただきました。これやば。ということで無事中田さんにもスカイディオ2ドゥアできました。なんか久々にドラえもん見たら、最近ってここ数十年あんまドラえもん見てなかったけど、あの子供の頃、このドラえもんのね、この大長編シリーズ、なんか1000ページぐらいのでっかい分厚いコロコロコミックみたいなやつで、ドラえもんのこの大長編シリーズがいくつかセットになった漫画、ずーっと何度も読んでたの思い出したんで、久々で Kindle で読んでみようかな。あれめっちゃ大好きだったんですよね。なんかすごい良かった、ドラえもんミュージアム。いやいやいや、藤子 F 不二雄ミュージアム、ちょっとまた行きたいですね。